だから、あったこの温泉、この温泉なんだけどさ、今度一緒に行こうよ。山奥の秘湯って感じで絶対喜ぶと思うよ。いいですね、楽しみです。そう温泉なんて久しぶりです。早速保険見直さなきゃいけないですね。保険？そこって山奥ですよね。うん。化け崩れとか地滑りとか心配だし、温泉の泉質にもよるけど湯あたりするかもしれないし、それに食あたりも心配ですね。そうだね。私の顔に何かついてます？いや、顔じゃなくて。何それ？え？なんで付箋水につけてんの？あ、これですか。リトマス試験紙ですね。そりゃ初デートで水質検査やっちゃドン引きされるわよ。そんな大げさなことじゃなくて、酸性かアルカリ性かを調べただけで、本気でやるときはちゃんと水質検査キット使ってやるんだから。一緒よ一緒。そうかな。ごめん、せっかく紹介してくれたのに。いきなり温泉に誘う男の方もどうかと思うし、でもその石橋どころか鉄の橋を叩いて渡るような性格どうにかならないの？そんなんじゃいい人見つかんないよ。いい人はたくさんいる。ただ私に会う人がいないだけだ。まあ、日本全国探せば一人ぐらいは見つかるかもしれないけどね。
本当にありがとうございました。とっても助かりました。ですか。今日はやらないんだ、リトマス試験紙。ああれ冗談ですよ。ああ冗談。そりゃそうだよね。そりゃそうですよ。じゃあサンドイッチバラバラにするのも。ええ、冗談に決まってるじゃないですか。おいしい。これでいいのだ。日本中どこを探してもリトマス試験紙を持ち歩いたり交差点で手を挙げて渡ってくれる男性はいなかった。だから私はもう鉄の橋は叩かない。前に話してた温泉の件だけどさ。ええ、来週あたりどう。ええ、喜んで。生命保険1億ぐらいかけとく。そんなことよりちゃんと前を見てください。大丈夫だって、人も車も通ってないから。でも。はいはい、気をつけます。別れ話かな。なんだあれ、小学生かよ。